パリ五輪が華々しく閉幕した。今大会は競技以外でも様々なトラブルが取り沙汰されたが、大会後もを引いていた話題の一つがメダル劣化、問題だろう。スケートボード男子ストリートのナイジャ・ヒューストン、米国が自身の銅メダルの画像を SNS に投稿し、わずか1週間で劣化したことを明かしたのは衝撃的だった。画像、もう少し質を高めてほしいよね。 と不満なてが嘆いた銅メダルのまさかの劣化ぶりヒューストンは表面の塗装が剥がれたメダルを握りしめ確かにこのオリンピックメダルも最初は生かした見た目だったでもちょっとだけ汗をかいた僕の肌に触れたり週末に友人たちにかけてあげたりしていたらだいぶひどくなったと愕然みんなが思っているほど上質ではないと付け加え まるで戦争から帰ってきたメダルのようだ、と独特の表現で心境を伝えた。メダルの変わり果てた姿は強烈なインパクトがあったようで、衝撃は瞬く間に世界に広がる。女子シンクロナイズドダイビング3メートル板飛び込みで銅メダルに輝いたイギリスのヤスミン・ハーパーが、ちょっと汚れみたいなものが目立つようになってきた。英公共放送、BBC より、と同調すれば、スペイン紙マルカ、 は、偽のメダル、と皮肉り、ヒューストンのメダル獲得の幻想は衝撃的な質の低さによって打ち砕かれたようだ。彼はメダルの寿命が早かったことを激しく非難し、改善を訴えた、と伝えた。その後、バドミントン男子シングルスで連覇を遂げたビクトル・アクセルセン、デンマークが、自身の X に、東京 VS パリ、と文言を添えて2つの金メダルの画像を公開するなど、 東京大会との比較でも話題を呼んだ今回の問題。メダルは努力の象徴とも言えるものだけに、アスリートたちが失意を抱えたのは当然だったかもしれない。文、構成、ここからネクスト編集部。